こんにちは。今日はメイクをしていきますよ。でも私本当に20日から毎回言われるんですけど、20日とカレンとかからすごく言われる。自覚はないんだけどね、あのメイクしてもあんま変わんないって言われる。そう、薄いんですよメイクがね。自分では意外とメイクしてるつもりなんですけど、あんまりビフォーアフターはないかもしれない。だから、はい、こんな感じで乳液塗りました。じゃーん、メイク道具持ってきました。ティッシュちょっとこう拭きたいな。アルコールでいきます。こんにちは。かずと先生さん、あら、チューリップじゃないですか。私が大好きなチューリップギフトあるのね。あのねさん、コンペイト、コンペイトじゃない、これひなあられだな、多分ひなあられだよね。と、レインボースターかずと先生さん、だるま、ひさしさん、レインボースターベルちゃん、会長さん、チューリップありがとうございます。うん、はい、ろうそくを新しいのにいたしました。かわいい。はい、そして私のおメイクポーチ、これは傾けたらこぼれるほど入ってます。キラキラですね。はい、整理整頓させてもらって3日、全然持ちますよこれ。うん、
一生減らない。1個目がやっとなくなった同じサイズぐらいのやつがってぐらいなくならないです。本当に何しようとしたんだ。あ、そう、ファンデーションをします。でもファンデーションも私嫌いなので、ファンデーションが嫌いなんですよ。今何番ですか。今はあの化粧水塗っただけですね。申し訳ね。やっぱなんかメイク配信とかって意外とさ、やったことない、やってこないってか、あんまメイクしないですね私普段。うん、メイクはしないのよ。なぜならメイクが嫌いだから。そう、あのこの上メイクをし顔をメイクをした顔っていうのは盛れるからいいんだけど、私このお肌の上に何か乗ってるっていうのが我慢できなくて、だから本当終わった後すぐにお化粧落とします。メイクは好き嫌いですでもちそれセリフや、それ坊ちゃんのセリフや。でもそんぐらいのやつ買った。またこういうろうそく立てとかね、ちょっとアンティークのやつ欲しかったんだけど、私のお部屋には合わないと思ってやめた。私のお部屋はですね、白、水色、ブックグレーで全て統一しておりますので、アロマじゃないの、普通のやつなので、私はこの血管、これ血管なんですよ、これクマに見えるんだけど、これ血管なんですよ。血管が、目の下の血管がすごい見えるから、血管だけ消していく。この境目だけね、ここも嫌だから。メイクはね、別にね、隠したりね、綺麗になろうと思ってやるもんだけど、私もなんかそれが嫌だから、すっぴんで綺麗でいれる人がいいなと思って、すっぴんの改善をしておりますいつも。これはなんかなんだっけ、なんだっけ、インテグレート、黒ネイルいい感じ、ほんとこんな感じ、よかった。あとすっぴんとメイクの時のギャップができたくないから、こうやるだけで違うでしょう。印象が。かわいい、ありがとう。こんなあのファンデーションだけやってるのに、ありがとう。あんたの悩みわかる。え、誰誰誰。ありがとう。すごい共感者が現れた。日焼け止め塗って
ってるだけでもう顔に蓋されてる気がして辛いのに、ね、外来ね。ピッピッピッ。こういうアニメのそばかすの人いますよね。たまにそばかすの。これはカラーコントロール。で、これもインテグレート。本当は希少下地なんだけども上から塗っちゃう。今からなるちゃんが出てる舞台、映画一番痛いタイミング、見たいな私も。まあまあまあ、なるちゃんはこんな感じ。夜は波動だよ。夜は波動って書いとかな。黒ネイルアイドルあんまいないでしょ。だからやりたくて。私のお粉がない。今もうでももう30分ぐらいじゃないの、もしかして。あのね、無限時計を出しながらやります。波動のアプリで。応援できますよ。値はこの一回これでティッシュオフする。園長さん、雪太さん、あのひなあられかな、ありがとうございます。5月0日と7月のパシコのお弁当、面白い、ありがとうございます。お待ちしてます。とりあえずリップを塗る。
とりあえずね、とりあえずリップ塗る。フェイスパックはね、あんまやってもあんまやなくても変わんないです。私はたまにやるけどね。そう、パック買ったからさ、やんないといけないんだけど。これはワセリンリップ。結局これが一番なのに気づきました、近年。私はちょっと乾燥するので、ね、乾燥が結構きついよみたいな方は結局ワセリンリップがおすすめです。でベタベタするのが嫌なのでフェイスパウダーで、ポンポンポン。バカこれでサラサラにする。ちょっと高速球でやっていきます。フェイスパウダーはに、いや、メイクする人、もしかしてめっちゃメイクする人、結構イニスフリー一択はわかるけど、私イニスフリーがなくて、なん違うやつ買っちゃった。一回今それ使ってます。で、まつげ、まつげはあのね、ここに跡がつくからこれを置いて、一回根元を上げて、鏡ないと無理だな、これ。13分だ。一重。
マスカラベースで固めます。こんな感じでいたしましたら、これをまたこれで固めます。私映画大好き、映画鑑賞大好きです。おすすめ、私オールウェイズ三丁目の夕日シリーズ大好き。な、3作ぐらいありますよね。3作だっけぐらいあるんですけども、そう、下町き3作ぐらいあるんですけど、オールウェイズ三丁目の夕日が一番好き。あとはもうハリーポッター、私ハリーポッター大好きなんですよ。そう、大好き。で、まつげそれだけ違うでしょ、全然。私はギャンギャンに下げる、上げたり下げたりするのが好きです。ホラーはね、今尾の、ホラーっていうのかな、今尾のアリスみたいなやつありますよね、なんか。今津健人さん主演の。今尾の国のアリス。
今和の国のアリスかみたいなやつ、今和の国のアリス、この前シーズン2がね、ありますけれど、ありましたけど、漁港の肉子ちゃんおすすめ、あ、そう、それめっちゃお気に入りに入れててね、ずっと見たいなと思ってて、ずっと見てない、結構いろいろ見てます私。そう、今和のアリス有名ですよね。私はちょっと人がシュータと3人組のうちの2人が結局死ぬんですけど、その死ぬのでもう無理だと思ってやめました。アニメはワンピースしか本当にあんま見ないかもしれない。50分ぐらいになったらやめようかな。みたいな。グロいやつとか悲しい展開の感じにするよね。あ、私もね、この前宇多田と石田とタイタニックを見に行ったんだけど、タイタニック私さ本当に見れないんだよね。そう、素敵だなって思うし、ジャックみたいな人と結婚したいなって思うんだけど、何しようとしたんだっけ。そう、私これもうこの大きいポーチを持っていきたくないので、ここで全てを終わらせたい所存である。わかるわかる、よかった。宇多田とかがさ、タイタニック大好き、もうラブラブ愛してるみたいな感じだからさ、やっぱね、まあ、ジャックはかっこいいよねって言いつつ見るけど、タイタニックはね、船が沈むってなった瞬間とか、その前のローズちゃんがさ、やっぱりね、お高い身分だからすごく強要されるじゃないですか、そういうちゃんと礼儀をちゃんとしなさいとかさ、それとね、沈む瞬間からジャックが沈む瞬間までの間の時間が本当に見れないんだよね。あと音がなんかずっとこうやって見てたこうやってそのシーンだけこうフーってやってたけど、そう、それがちょっと苦手なんだよね。タイタニックってさ、で船の沈没時間と合わせてるって知ってた？
映画の時間。それすごいよね。本当にすごいと思う。よく考えてあるなって。タイタニックの主題歌熱唱して惹かれたことありがとう。ガチおもろいね。私友達、そういう友達いたらマジで大好きなんだけど。私ブルベだけど春だからちょっとオレンジ入れちゃうけど、くすんで見えるのでちょっとだけ、ね、ちょっとピンクも入れよう。おもろすぎでしょ。続編って昔あって、あ、そうなの？続編あるの？それ続編知りたいな。続編の展開を。ちょっとこんな感じかな。
無印？そう、無印。正解。これでしょ？無印。こんな感じでにしようかな。これ以上色入れたらな。ちょっとこのキャンメイクのツヤツヤだけ50分、もうちょっと切ろう。ツヤツヤだけ。無印メイクコーヒーあるよ。あるの。しかもめちゃめちゃいい。無印のね、私もうリップはちょちょちょ美容液リップっていうのがあるんだけど、それがもうめちゃめちゃトゥルトゥルになるから、まああのちょっとベタつくっちゃベタつくんだけど、美容液成分的にはめちゃめちゃいいから、寝る前とかあの保湿、本当に保湿欲しいなとかの時はやりますね。よくあんまりオレンジに見えない、もしかして。52分、55分には絶対終わる。これはママが買った、ママが買ってくれたメイクブラシセット。ね、雨降るらしいね。そう、いいとこの筆らしい。アイライナーはここで引いていこうかな。やば、ずれた。変わるでしょ、メイクしても。
55分だ。じゃあもう終わらねばならん。今日は吉田カレンちゃんのリップを持っていく。あとこれ、あとこれ、あとこれ。吉田カレンちゃんパワーをもらうのでリップを持っていく。あとこのこれも持っていこうかな。ブラシ、チーク、チーク、N ブラシ、N ピン、あとは何がいる？あ、これもね。キラキラ、キラキラは塗ったけどな。ハイライト、マスカラ、黒マスカラ。今日雨なのか。メイクして時間あったら踊ろうと思ってたのに。ブラシ、これはリップ、フェイスパウダー。OK。 13位ひてじろさん、12位チョルさん、11位オニオナイトさん、10位フロストさん、9位アメさん、8位横ユウさん、7位エンチュさん、6位ユキタンさん、5位ヒルシャスさん、ヒサシさん、4位トムジカデさん、3位オムライさんですね、はい、2位ベルちゃん会長さん、1位アメさん、はい、ミサノはつけてくれた方ありがとうございました。夜は波動です。波動アプリでね、アプリで応援できるし、私のレベルアップができるので、ぜひよろしくお願いします。そんじゃバイバーイ、頑張ります。ありがとうございました。